デーブ大久保チャンネルです。まあ、ドラフトで大体1位だと、はい、まあ、もちろんその球団も大事に、正直6位と1位だと扱いが違うね。やっぱりそうですか。間違いなく違う、はい。そのドラフトのひな壇に上げた時から うちの1位だっていう、はい、これがこの鳴り物にってなると明らかに変わってくるよね、うん、その年の高校野球ですごく盛り上げたとか、例えば松坂大輔だとか、はい、何チームも競合した選手がくじ引かれてそこの球団に入るってなると、間違いなく俺が経験した西武ライオンズ楽天イーグルスでは待遇は違う。どう違いますか。まずは、はい、まあ、注目させてこの選手をに注目してもらって球団としての話題も上げよう、はい、話題にしようみたいな、うん、だから俺みたいなこの無名の選手が入ったにしろ、ドラフト1位はキャンプ中の1回目の休みの時に高知県でやってるから刀剣と写真を撮るだとか、ドラフト1位がそれを撮りに行くとか、はい、でドラフト1位の選手が休日何をしたか、よくニュースに上がってますよね。そうそうっていう風にこう扱ってこられるわけ。じゃあ本当に鳴り物入りで入った子が球団がどう捉えるの。ここでね、一つで言っときたいんだけど、はい、これはやっぱ取材した結果だけどね、ソフトバンクの球団っていうものは、鳴り物入りで入ろうがドラフト6位とかで入ろうが育成ドラフトで入ろうが、はい、同じ扱いっていう。だトレーニングをまずバーン刺す、はい、トレーニングを刺してこのドラフト1位が壊れるならそれはそこまでという、それは長くプロじゃできませんっていうスタンスがあるんだって、はい、みんなどんどん強くなってちゃう。他球団はどうかっていうと、はい、俺は2球団しか知らないけれども、はい、実際に体験したのは、はい、ライオンズはもうドラフト1位だから怪我さすなもない、うん、これもない、なんならもう練習をやっても体が壊れないやつを取りましょうぐらいの、あ、もう調査して調査して体が強いやつ、うん、期待でなんとかなるっていう考え、はい、楽天は違ったな。ドラフト1位だから無理させないでくれとか、やっぱり球団ごとに違うわけですね。俺が正直思った、だからそんな勝てないんだなみたいな。強いチームってそのドラ1だからって、その、まあ、話題にして売り出そうとはするけど、そこの練習の差別ってないよな、うん、だからもちろん俺らも入った時からさ 100キロも体重あるのに1時間走スパイクでやった後 100m ダッシュ100本入ってくわけじゃん。壊れるよそれで、壊れたらそこに赤テープ貼られるわけだから見せしめされるわけじゃん。ドラフト1位も6位も関係ないっていうのがあって、で例えばだよ、蒲田って今楽天でもうドラフト1位だったから、蒲田が入ってきてすごいピッチャーだ、はい、将来エース候補だったの、うん、でもちろん怪我をさせないっていうのは大事なことなんだけど、はい、毎日グラウンドにいるのは俺たち首脳陣なわけじゃん、はい、で育成部の人もいるわけだけど、育成本部長とかっていうのはもともと素人の人よ、うん、素人の人が入る、プロの OB が入ってんじゃん。だからプロやった OB の人がディレクターとして入ることもある、はい、そこでミーティングしてくれる、これすごくいいシステムだと思う、はい、なぜって言ったら、その会社として会社の人と素人同士で話すんだけど、そこのプロの意見を現場と違う第三者のプロ上がりのディレクターが話すことによって順調にいってんのか、はい、怪我をしてないのかっていうのをやるんだけども、ある時鎌田が、まあ、ファームの試合で投げてびしゃびしゃ抑えてて、球数を100球にしようっていう、ちょっとずつ伸ばしてんのね、はい、もう1イニング限定とか、うん、でも30超えたら変えますとかっていう、そんな1、2球いいんじゃねって俺なんか思ってんだけど、はい、まあ、変えるわけよ、はい、30超えそうならその前の時で25球でも変えるの、うん、だって 5球は粘れるわけじゃん、はい、最低、はい、全部見送ってボールが3つあればフルカウントになっちゃうじゃん、はい、でそこからファール打たれたら30何球とかになってちゃうから、うん、変えるったりしてたんだけど、うん、ある時鎌田が鳴り物入りで入ってきたの、はい、まあ、俺は普通に扱わなきゃいけないと思ったし、うん、たんだけど、球団からはやっぱりその球数を徹底してほしい、トレーニングも規制をかけてほしい、トレーニング、うん、まあまあトレーニングコーチの管轄だから、である時100球限定まで球数を伸ばせてた時に、リフっていう2軍が使うとこあるんだけど、はい、リフの球場で鎌田が投げてて、今オリックスに戻られてる酒井さんっていうピッチングコーチの方が100球ちょっと超えるんだけど完投させたいっていう、9回まで来てるんで、はい、もう試合の途中からそわそわしだしたの、うん、で酒井さんがボールに、監督ちょっとこれ鎌田完投させたいんだと、でも球数がちょっとこうだから5球増えちゃうとか10球増えちゃうとかっていう話、はい、なんだけど、やっぱり完投するってピッチャーしか分かんない精神状態じゃない、うん、だから今すごい悩んでるんですけど、いや坂井さん、それじゃあ僕監督が変えないってそれでいいじゃないですかって、俺のせいになると思ったし、完投させたの、はい、その時100をね、まあ、100球から何球かだけ10球未満ぐらいだけ増えたんだけど、はい、結局そこがちょっと問題になるわけ、
球団的には、はい、なんで100球を超えちゃったんだみたいな、だそこってさ、やったプロでやって人しか分かんない感覚じゃない、うん、もう感覚だよそんなの。そうですよね、はい、じゃあ90じゃ足りないんだから、うん、でもこう決まりがあっていう、ピッチャーは投げて先発で、うん、完投っていうのを鎌田も学、うん、高校時代この間までやってきたわけだし、うん、ないよ高校野球で、うん、先発中継ぎ抑えなんてやってるのも、そうですよね、配線処理とか15人とか18人しかいない、うん、だからそういうとこでも、あ、こんなことでこんなことで揉めちゃうのっていう、うん、またたまたま鎌田がその後ね、肘とか肩がちょっとよくある違和感、なんそれ違和感ってのってなったら余計問題になっちゃって、はい、これから気をつけてくださいって、まあ鳴り物入りの子はそんだけ気を使うこともある、あで、まあ、ライオンズだったらもう一番は優勢だわ、鳴り物入りでバーン入ってきて、はい、すぐ使えるぐらいのピッチャーだと思ってたから、はい、だけどライオンズはやっぱその辺はもちろんトレーニングに関しては全く妥協しれずに同じように扱って、うん、俺が変に先に聞きましたって、ファンに例えばそのキリがない、あいつも高校の時からスター選手だからサインとか求められても、うん、また後でみたいにやるんだけど、お前もう練習終わって着替えたんだからしてあげればとか、1年だぞって、その2年、来年また鳴り物入りのやつが入ってきたらお前忘れられちゃうんだぞこの世界は、はい、あ、厳しい世界ですね。だから今のファンとかを大事にしろってのは俺は教わってきたから、はい、お前もそういうのはちょっと頭入れといた方がいいぞみたいな話をしたりとかは、うん、でだからそういうためにディレクターがいるわけ、最近はもうどの球団も2軍にファームディレクターとか、うん、よく言うじゃん、シニアディレクターとかっていう1軍にいるんだけど、はい、ファームもディレクターがいて、はいはい、そのもちろん鳴り物入りの選手から、まあ、無名だけど入ってきた選手のとのその球団とのと俺ら現場で球団と一軍の首脳陣とかのことにその人が統括して判断をして毎日報告書をあげるっていう役職の人がいてくれるからだいぶ楽になってると思う、みんな、そういう役割の方がいらっしゃるんですね。そう、ただね、やっぱり俺の時も安楽なんか、まあ鳴り物入りっちゃ鳴り物入りで入ってきたわけよ、はい、俺、いやこれもね、やっぱ生意気でいいのよプロって、遠慮して僕後からでいいですとか、食事もどうぞどうぞってやってんじゃん、もう食っていけないの、先に俺がじゃないとでいいんだけど、その安楽が入ってきて一軍の耳に入ってくるのは、先輩にタメ口聞いて荷物持たしてるみたいな、おえ、それはないでしょっていうようなことで今安楽が浮いてるんだとか、はい、だそういうやっぱり鳴り物入りのやつが良くも悪くも耳に入ってくるわけ、あ、目立ちますね、うん、やっぱり、でまあまあそこは2軍にもそのディレクターが増田ってやつがいたからいるわけだし、そいつと話来てどうなんだ、まあまあ生意気ですけど、まあ、それは注意して見ておきますけど、まあ、仕方ない、まあ、そりゃそうだよなって話してみると、まあ、さじ加減お前ちょっとやってくれよって言って、うん、それをねシャッと押さえつけたってダメだし、必ずそういうやつは打たれるから、ストライク入んないと出てくるから、うん、でこうだんだん自分でくしゃくしゃになったら分かるよって言って、案の定ストライク入らない病気になっちゃってとかなった、はい、でもやっぱ今なんかさ、貴重な中継ぎで安楽もこう、この間の試合見たら だいぶ大人になったなって、あ、こんな5、6年で変わるもんなんだっていうぐらいの、本当にいいピッチャーになってきてるっていう、時間かかるけどこうやって人手育つんだなっていうのがあるから、まあ鳴り物入りっていうのは扱いにくいかどうかっていえば、それは球団によってそういうの扱いをしてくれってなる球団は扱いにくいし、これもやっぱ球団の方針次第だわね。ただやっぱ強いチームは、それからもいろいろこう取材してみると、強いと言われるチームはその鳴り物入りも育成の一番ケツの選手も同じようにトレーニングをさせてるチームがやっぱ強いんだなって、契約金1億5000万も払っちゃったから大事にしてくれっていうところは、うん、あ、弱いんだなっていう、ここはちょっとオブラートでどの球団とは言わないけど感じるとこは多々ある。あ、それがつながってるっていうのがね、あの初めての視点でした、うん、なので、ね、これからドラフトがあってまた始まってきますけれども、 そうだね、それも注目してみたいポイントですね。ぜひお願いしますよ。面白かったです。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。